武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学教育学部文系の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間が60分で配点50点、大問が4題出題されております。で、まあ、大問に関しては数としてはそこまで多くはないんですが、一つの大問に対して結構広い範囲で、問題を聞いてきたりとか、その一つの範囲の中で結構細かく聞いてくるような、ものが多いので、本当に用語集などでちゃんと隅から隅まで学習しておかないと解きづらいような問題が出ています。で、まあ、ある程度の長さをその大問の中でスパン、経過したりするので、まあ、年号だったり時代とか地域の大筋の流れだったり、まあ、それぞれの出来事の歴史的意義だったりとかっていう部分をちゃんと理解できているかどうかっていう部分が中心になってきます。なので、まあ、根本的には問題集だったりの、答えが当たるだけじゃなくて、その、答えをもとに全体像っていう部分がどれだけ把握できているかとか、その用語に対してどれだけいろんな角度から答えられるかどうかっていう、まあ、本当にだから完成度の高さとか知識の網羅度っていう部分をですね、試される試験だとは思っててください。で、まあ、地名だったりの、まあ、あとは文化史もそうなんですが、割とその似たようなものがちゃんと区別ついてるかどうかってことを聞いてくる問題がかなり多くですね、例えば東南アジアの国、正確にどの辺がどこの、国で、その当時の名前どれとか、そういう部分がちゃんと区別ついてるかみたいなこと聞いてきたりはしますので、時代が分かってれば答えられるけどとか、そのヒントがあれば答えられるけどっていうふうになるんじゃなくて、ちゃんとできるだけいろんな情報をですね、一つ一つの用語に入れていくことを心がけてください。で、まあ、文化史などに関しても、その用語さえ答えられればじゃなくて、そういうの時代的な背景とか、どういう特徴があるのかという部分までしっかり目を通しておくように心がけておきましょう。全体的に深く学習することが求められていると考えてください。レベル的には総計レベルちゃんとやっておけば十分です。以上が、世界史の勉強となります。